はい、今日はですねちょっと違う動画をまた作ってみました。未だにね尊敬している人物が僕にはいてまして、それがね17歳からずっと憧れていた、人的にももう本当に素晴らしいなと思う大好きな本田宗一郎さん、元本田技研の創業者本田宗一郎さんについてお話ししていきたいなと思います。まあ僕が当時17歳ぐらいやったかな、本を僕今2冊本田宗一郎さんの本を持ってるんですけど、すごくなんか書いてる言葉に感銘を、受けたり、なんか生き様とかそういうのをすごくね、見て、こんな人になりたいなということでね、未だにね23年間憧れ続けてやってます。それは今はねオートバイ業界からも離れてしまったし、機械的な内燃機関的なこととかそういう研究を未だに続けてるってことではなくて、人としてねすごく尊敬していますということで、本田宗一郎さんに、一応スポットを当ててみました。確か1906年に11月17日ぐらい生まれやったと思うんですけど、静岡県で本田宗一郎さんが生まれまして、その後ね、小学校の時に初めて走る自動車を見て火がついたんですよね。そこから車というもの、飛行機というものをすごく好きになったっていう風な、多分結構皆さんが知ってるようなスタートがあるんですよ。でその後に時は経て多摩川スピードウェイっていう自動車大会みたいなのに本田宗一郎さんはフォードの子供が出ているんですよ。ところが他の車と違ったのが、宗一郎さんは自分の手作り自作のタービンターボを作って出場したんですよね。弁次郎さんという弟さんと出たんですよ。でその時に怪我をしてもうすぐに引退してしまったという、そこがもうすごいスタートのね始まりというか、いろいろね本当に偉業はもう数々あって殿堂入りしたりとか本当に偉業だらけの人やなと思います。ものづくりではもうこの人が一番僕の中では上かなというふうに思ってます。ということでね本田宗一郎さんをねプレゼン しよう思ったんで、そういう風に知ってもらいたいなと思いましたんで、ある程度ねこういう中にまとめてきてるんですよ。でね、僕もやっぱり覚えきらへんとこもあるし、好きなんぼすぎてもね覚えきらへんとこもあるんで、一応まとめてきてるんですけどもね、はい。僕がね好きなとこがね終戦直後はね何も事業せず、土地や株を売却した資金で合成酒を作ったり製塩機を作ってその塩とお米を分離させるっていう風な遊びをしてたんですね、もともと。で、その買い出しに行かなくちゃいけないんですが、距離があるもんで自転車で奥さんが買いに来たんです、もともと。だけどその奥さんの姿を見てこれはいかんなって言って奥さんの自転車にエンジンをつけようと思ったのがいわゆるオートバイの始まりっていうね、買い出しが楽になるっていうね、それだけの思いつきでオートバイ研究が始まったっていうことです。なんか
愛があるんですよね、そこにね、はい。で次はこれは本田技研が創立した時に、まあ一時ね会社がすごく不景気になってしまって倒産、もうほんまそれっすね。でね、普通だとまあ僕たち自営業を例えばしてきた中でね、従業員さんに給料払えないってなった時にまず自分のものを売ったりとか、それでも足りなかったらお金を借りたり、従業員さんにごめんなさいって言って、まあ、首を切っていったり、まあ、そういう方法もいろいろあると思うんです。ところが本田宗一郎さんは三つ指ついて土下座して給料払えません、煮るなり焼くなり好きにしてくださいって従業員さんみんなの前で土下座したんですね。だけどそんな親父についていくよっていうことでね、当時の社員さん、もちろん辞めた人もいると思うんですが、残ってくれた社員さんっていうのが給料なくても会社に残ってくれたんだと、そこで人の温かみをすごく知った、自分の弱さも知りましたっていうこともあって、そこからですね、数年した後に藤沢さんっていう方が本田技研に入るんですよ。でこの人がいわゆる、もともと宗一郎さんは親父親父って言ってみんなから恐れられたり尊敬もあったんですが、よく手が出るんで恐れられたりしてたんですが、藤沢さんっていうのが、まあ、いわゆる本田宗一郎さんの右腕、もうすごく信頼のおける営業面ではもう藤沢さん、経営とかで技術的なものは本田宗一郎さんという、今度この二大巨頭が始まったんですね。でその藤沢さんに全てもう実印まで預けて、自分は実印知らない状態でも信頼して続けていける関係性をずっと続けてこられたんですね。はいはい、一応ここにも書かれてるんですが、会社のハンコを藤沢武雄さんに預けた後も経営全て任せていたということと、本田さんは社員もほんまに実印も見たことがなくて技術部門に集中し、後に藤沢がいなかったら会社と党のとっくに潰れていたって、これも一応小説でもエッセイに書かれているんですよ。で藤沢さん自体も本田さんがいなかったらここまで会社は大きくならなかったと、お互いがお互いの技術を認め合っている。で僕もよくマネーの虎とか見てた時も、まあ社長さんが言ってましたけど、第一条件、共同経営するの第一条件っていうのは全員違うってことなんですよね。やってることが全員違うってこと。あとなんか、まあ言われるのがカバン、お金、看板とかね、いろいろ言われてると思うんですが、技術者同士が2人集まって起業すると失敗するよっていうこと、営業マン同士が起業したら失敗するよってことを、まあ多分告げられてたんですけど、このタイミングで本田宗一郎さんは技術のトップスペシャリスト、営業のスペシャリストっていうふうに分かれた、それが右腕となってこう来てくれたっていうのはすごく運とかタイミングなんだなと思います。はい、で、その後ね、経難に陥った時に藤沢さんの助言でマントーレース、F1 世界のビッグレースに参戦することを宣言し、従業員の士気高揚を図ることで営業経営を立て直したっていうね、ここがレースのスタートなんですよ。もうここからスタートしていくんですよ。で、藤沢さんがね亡くなった後も本田宗一郎さんは1989年に日本人として初めてアメリカの自動車電動入りを果たした時に、本田さんは授与式を終えて帰国したその足で藤沢さん宅に、まあ、向かい、藤沢さんの位牌に受賞者メダルをかけ、これは俺がもらったんじゃねえ、お前さんと二人でもらったんだ、これは二人のものだと語りかけたと。そのうちね、従業員からは親しみを込めて親父さんって、そう親父と呼ばれてたんですね、親父さんとか言って呼ばれてたんですけど、一方でね共に仕事した従業員は共通して怖かった、やっぱりすぐ殴られたりとか、実験室で算出されたデータを読み上げる社員にね
ゴーニアして実際に走行させたデータを持ってこいと激怒した。で灰皿で殴ったとかいろいろまあ暴力的な一面もあります。で、ここで名言なんですが、人はよく可愛いからこそ怒るなんて言うが、俺はそうじゃない。その時は本当に憎たらしくなる。なぜなら俺たちの作る商品は人命に関わるものなんだ。それをないがしろにしろ人間は絶対に許せないと言ったとされます。ということで、仕事に対するやっぱり誇りとか、もう綺麗事がなかった人なんだなと思いました。本田宗一郎さんが、まあ、怒る条件として、やりもしないのにできませんということにすごく、まあ、怒るんですよね。そういう、仕事に対する、プライドとか、誇りとか、その辺をすごく僕は感じて、そういうのがいい、まあそうですね、いいなと思ったんですね。あと、まあ、本田さんには、ね、まあ、お家芸というかたくさんあって、一つは、まあ、ピストンリング、エンジンをね司るピストンリングなんですよ。ピストンの、まあ、圧縮をね逃がさないためにリングをつけるんです。このリングをつけるというのは、例えばこういうお皿のような震源にピストンを作ってしまうと熱膨張した時に楕円になっちゃうんですよね。楕円になっちゃうんですよ。だからピストンというのは基本ちょっとだけ正円じゃなく楕円になってるんですよ。熱がかかった時に正円になるようにして、でそれだけだとアルミと鉄シリンダーとか、まあ要は金属が擦れる部分で溶着が始まって溶けて焼け付きを起こしちゃうんですね。それを保持するためにピストンリングというのがついてて、これを油、多少の油をついてる状態で上下させて、内燃機関を成立させるというピストンリングがあるんですが、これを作ろうと言って作ったこともあったんです。ただその時の本田さんはやっぱり知識不足をすごく悔やんで、その後に機械科に、機械工の学校に通うんですね。それから、まあこれはね、僕らの人生ともすごく似てて、僕らもやっぱり学校、小学校、中学校ってやっぱ勉強嫌いだったし、勉強してこなかったんだけど、後になってね、これ学びたいって言った時は、苦もなく学ぶじゃないですか。僕で言うたら、まあ、大人になってから学ぶ。例えばまあ小学校の時では嫌やった算数、理科とか社会とかあらゆる教科嫌いだったけども、大人になってから自分が興味を示したものが例えば科学になるのか理科になるのか、そこによってね改めてねテキストがあって勉強するっていう、まあそこにすごい共通するものがあるっていうのを僕はその17の時にすごく学びました。はい、ということでね、まあ、本田宗一郎さんのね、まあ、本で言えば、私の手が語るっていう本、1982年に講談社さんから出てる本で、これを僕は、中古で最初買ったんですよ。でこの後に2005年やりたいことをやれ、これは僕はもうすぐ買ったやつですね。はい、で俺の考え、1996年新潮文書文庫か、これは僕買いました。で、得手に方を挙げてスピードに生きる、夢を力にっていういくつものね、書籍も出されてて、で、多分やりたいことをやれっていう本に、書かれてたことだと思うんですが、ある日、まあ海外のね人とこう接待で料亭に行った時に、その料亭に行った外人さんが便所に入れ歯を落としちゃったんですよね。で帰ってきた時にすごく怪げんそうな顔をして宗一郎さん言うんですよ、どうしたんだいって。そうすると、入れ歯をねトイレに落としちゃったんです、ですと。するとね、宗一郎さんはねそのトイレに落ちた入れ歯を取って水で洗って口にパカッて入れたんですよ、自分の口に入れたんですよ。でね、カチャ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 しながらね、汚くないよって洗って返したんですよ。で、そういうだから人間のね、何にも汚くないよってね、人の入れ歯でしかもトイレに落ちたもの、ただの水洗いをして汚いもんじゃないよ、もう大丈夫だよって
自分に口にはめたんですよ。とかあとは、まあ、工場がね拡大するにしろ世界規模になってくるわけで、まあ、タイとかあちこちに会社がまあ大きくなってくるにつれ、いろんな、まあ、自動車工業もそうやと思うんですが、分布していくわけですよね。いろんなところに工場が、その工場の一人一人のね、うん、手を握手に行ったんですよね。従業員さんもありがとうって、あなたたちがいるから日本の技研はここまで来れたんですよと、ありがとうねって言って一人一人手がったんですよ。そのうちの一人が手をね拭いたんですよね、作業で。じゃあね、拭かなくていいと、その手がいいんだって言って、汚れた手のまま握手したって、すごい優しい、うん、こんな人についていきたかったなみたいな。まああとそうですね、あの NSX の開発チームがね、ずっと一心不乱で最強のスポーツカーを作るんやって言って、こう制作ねプロジェクトを立ち上げてやるんですがそれはもう前途多難で、これがダメあれがダメって言って、ようやく出来上がった NSX は本当にシルエットも美しくて見事なスポーツカー、しかもターボ付きの車を追い回すぐらいの機構をね、 VTEC という機構をつけたりとか、まあ、ボディをねアルミボディにしたりとか、いろんなこと考えられて作られた NSX。 最後にね、 NSX に関わるプロジェクトに関わった人たちって言って写真を撮るんですよ、額に入れるための。その写真を見た時に総一郎さんはブチ切れました。なぜかというと掃除のおばちゃんが写ってないじゃないかと、食堂のおばちゃんが写ってないと、掃除のおっちゃんが写ってないと、他の従業員も写ってないって、美味しいご飯を食べれたから君たちは仕事に専念できたんでしょって、掃除があって綺麗な職場になってるからみんなは好きなことをこう仕事にできたわけでしょって、みんなの功績あってのことじゃないかって、やっぱりそこに人情がね溢れてて、ということでね、まあちょっとこう10分でまとめるってすごい厳しい動画になりましたけど、本田宗一郎さんの名言を いきたいと思います。成功とはあなたの仕事のほんの 1% に当たるものだが、それは失敗と呼ばれる 99% のものがあって初めて生まれてくるものである。ものづくりをするとね、これすごくね分かるんですよ。ほとんどはね失敗するんですよ、最初の頃はね。いきなり成功する、まあここの次につながるんですけど、失敗が人間を成長させると私は考えている。失敗のない人なんて本当に気の毒に思う。これもね結構深くてね、失敗が人間を成長させるっていうのは多分もう先の分でも僕が言ったことやと思うんですが、プロセスを説明できないんですよ、失敗がないと、うん、だから人を納得させることができない。成功することは称えられるけど、プロセスを説明しなければただの功績でしか表彰されないっていうね、うん、僕はそうすごく思いました。モーターサイクルショーとかモーターショーとか、まあ、いろいろ関わらせてもらうこともあったんです昔はね。その時にすごく僕は思いました。私は若い社員に相手の人の心を理解する人間になってくれと話す、それが哲学だ、これが未だに僕の中にある哲学です。人の心をねすごく考えて先を考えてね、発言するにしても、まあ、気持ちを組んで、まあ、話したいなと思ってます。伸びる時には必ず抵抗がある、これもめちゃめちゃ深いなと思ったんですよ僕はね。17の時は分からへんすかったですけど、伸びる時には必ず抵抗があるっていうのはねすごく思いました。伸び続けるっていうのはね難しいんですよ。一番わかりやすいのはチャンネル登録も必ずやっぱ一回頭打ちをして、伸びなくて悩む時も ありましたし、今のチャンネル数でもね、オートバイのレースでもそう伸びていくんですけど、伸びたい時っていうのはすごく調子がついていい
いいんですが、技術の壁、自分の今の技術の壁が必ずある摩擦を生むんですよね。技術が伸びない、これ以上いけないっていう摩擦ができちゃうんです。で、この伸びる時には必ず抵抗があるっていうのは、何も技術的なことばかりじゃなくて、人間関係にもこれが、当てはまると、伸びていく人間の足をまあ引っ張る人が出てきたり、妬まれたり嫌われたり、そういうのもこれは含まれてるんじゃないのかなと思いました。日本人は失敗ということを恐れすぎるようである。土台失敗を恐れて何もしないなんて人間は最低なのであるっていうね、まあ、失敗って怖いですよ。怖い。もうこれ失敗したら何かが、まあ、崩壊してしまうとか崩れてしまうとか、失敗って怖いんですけど、失敗って人にね、財産を与えることができるんですよ。前向きにさせてあげたり。だから音楽もそうだと思うんですが、音楽で人を救いたいっていう人がいっぱいおるんですよ。歌詞で人を救いたいって。でもね、こんなこと言ったら、まあ、ミュージシャンたちに非難を受けるかもしれないけど、薄っぺらいじゃないですか。歌詞ってなんか自分の世界で書くけど、伝えたいと思ってるけど口に出さずに広まった人の歌詞を見て、この歌詞むっちゃ胸にくるっていうのはあると思うんですけど、有名になってお金を手にしたいっていうそれだけの目標のために書いた詞ってやっぱり薄っぺらいなって僕が音楽をしながら思いました。それは取り繕えば繕うほど、経験がないければないほど薄っぺらいなと非難を浴びるかもしれませんが、僕はそういうふうに思いました。我々は最初から苦しむ方向を取ったから後は楽になった。真似をして楽をした者はその後に苦しむことになる。これはね、言うべきかどうかはちょっと迷うんですが、まあ、言っちゃいますけど、17ライブというね、僕実はライブ配信をしてて、そのやりながら、まあ当時は YouTube をしてたんですが、17ライブは曲がりなりにも、お金というものを稼ぐことができるツールではありました。ライブ配信、お金をちゃんと稼げるものであると僕は思いました。で、 YouTube はまだ1000人いってないから、はっきり言ってお金にならないんです。だけど17ライブとやり続けながら YouTube とこう併用してね、やろうとは思わなかった。僕はもう YouTube にかけたんですよ、そういった面で。17ライブは今はまあまあ何万とか何十万っていうのを稼げると思います、正直言うと。だから、僕は正直楽かなと思ったんです。 YouTube よりは楽かなと思った。で、逆に YouTube ってお金を生むまでは時間かかるし、まあ、そういうリスクもね、多少あるけども、収益のない YouTube 一本でどうしてもやりたかった。これ何をやりたかったかというと、楽しませることを突き詰めたかった。動画の中で編集をして、突き詰めたかった。そのためにはライブ配信で、まあ、2時間配信したりとか3時間配信したりする時間を使うなら、YouTube のために編集を覚えて、ずっと見れる楽しい動画を残していき続けようと、思い出を残して、していこうというのがね、やっぱありました。一番顕著に現れるのは、僕の恩人シリーズっていうのがあって、これっていうのはずっと残るんですよ、動画の中で。でもライブ配信に、じゃあこの人、まあ僕多分5000人ぐらいしかおらんすけどね、17は。5000人のフォロワーがいて、じゃあそこにね接待します言うてね、僕の知り合いを出させたところでね、この人が注目されるのってこの何時間の中の何分だけですよ、何十分だけですよ。その後ね、登録した人がお店に行く確率、こんなもん10分の1以下です、100分の1とか、もうそれ以下やと思います。この人たちにそれでは恩返しにならないと思ったんですね。でも YouTube だったら編集して、僕が知名度上がれば上がるほどその人の動画、過去動画が上がっていくんで、これが本物の恩返しかなと思いました。だから
最初は今はもうお金にならないけど、こんなもん先行投資やと僕はもう割り切って、17を伏せて YouTube 一本になりました。あ、他の方からはね、アホちゃうかとかね、お金になるもんをなくしてしんどい方行くってどうかしてんだよみたいな、いろいろあったですけど、求めてるものが違う。僕はお金のために、こういうことをやりたいと思ったんじゃなくて、残るものと楽しませることをね、ちょっと追求したいなと、それを思って、まあしんどい YouTube に来ました。まあまだまだね、1000人まで遠いけどね、また半分500人以上増えないと分かるんですけど、いいんです、それでね。これもプロセスやから、1000人に今度行った時に、1000人行くまでどういうことを工夫して上げてきたっていうプロセスを今度僕は喋ってあげることができるから、ある意味人助けになるんちゃうかなと逆に思います。でそれはお金では買えないんで、17をこのまま続けていって何十万何百万で稼いでも、僕このプロセスは伝えることはできないと思いますね。17で人気が出たから YouTube も人気出たんですよって言ったって、じゃあ私ら17からやるのってことしかもうないじゃないですか、答えが。だからそういうことではないんですということで、ね、ほとんど欲しい言葉がね、このインターネットの中、まあ下にまた概要欄貼らせていただくんですが、書いてます。あの小説で読みながらやろうかなと思ったんですけど、調べてこれチョイスしてっていうのがまあちょっと難しかったんで、今出てるやつでね読ませていただきました。時間だけは神様が平等に与えてくださった、これをいかに有効に使うかはその人の才覚であって、うまく利用した人がこの世の成功者なんだっていうね、これ僕めちゃ好きな言葉ですね。ということで、なかなか収まりきらない動画でしたけど、そして本田宗一郎さんの良さもね、こんだけしかちょっと引き出せませんでしたが、時間が少ないのでね、またこれにまあ何やろう、好評があればもっと掘り下げて本田宗一郎さんのことに説明したりとか、まあついにね、大型トラック好きなんで、大型トラックとかトラックが好きなんで、めちゃめちゃマニア的なねトラックの話もあり、バイクに関してもそうで、めちゃくちゃマニアなねバイクの話もできるやろうと。まあ音楽はねそこまで本気じゃなかったというか、その本気じゃない時に仕事になってしまったんで、正直ぶっちゃけて言うと音楽理論のほとんど知らないんです、僕はほとんど知らないです。なので あんまり音楽に関しては何を言えることでもないんですが、僕の好きでものすごくこうなったことに関してはどんどん掘り下げていきたいなと思います。最後になりましたが、本田宗一郎さんはね、最後亡くなられる時にねこれを言ってたんですね。自動車会社の創業者の自分が葬儀を出して大渋滞を起こした申し訳ないという遺言を残し、車葬は行われなかったということで、最後まで人に対して温かい気持ちを持っていた人でした。こんな面白い人なんだよってことをまず伝えて、興味を持たれた方はぜひ小説とか買っていただきたいなと思います。ということで本日の動画はプレゼン本田宗一郎さんでした。ありがとうございました。